低すぎるから30分はかかるよ。寝癖もひどいし。それは悪いね。いいよ、小太郎くんは先行ってて。いやいや、遅刻に付き合っちゃいけないよ。それは悪いことだよ。先に行って行って。すまないね。いや、気分は悪くないんだけど、爆睡しちまったい。面目ない。
ルー決めやがってデッドエンド野郎に俺のデッドエンドナックル野郎聞こえてんだろ不登校気味の神戸のことが心配で俺の言葉さえ届いていないというのか今見たろ。こっちを見やがれ。なんだと。俺の薄汚ね面は見たくねえってことか。飲めねえ要求だな。白と黒、表と裏、
光と闇、ぶっ潰すかぶっ潰されるか、それだけだ。黙れ。舐めてんのか。ああ、いや、舐めてるな。本気で言ってんのか。自分の胸に手を当てて考えてみろ。マジで言ってんのか。病室でゆっくり思い出すんだな。チッ、後で覚えてろ。てめえ、週末はよくもすっぽかして。チッ、今に見てろ。てめえ天王寺、どうして週末。いや、参っちゃったよ。本当見つかるとは、見つかるとは。教師は侮り方してよ。せっかく苦労して侵入したのにね。悪いことはできんもんだね。ごめんね。もうちょっとでこっそり紛れ込めるところだったんだけど。そうかな。あれが30センチの隙間をくぐり抜けてお尻引っかからなかった時は正直勝ったって思ったもんだけど、小さいお尻も捨てたもんじゃないよね。でも今度は遅刻しないように来よう。そうだね、ちょいとお便所行ってくる。天王寺聞け。
俺を舐める奴を絶対許さねえ。誰であろうとぶっ倒してやる。それがたとえ神であろうともだ。やっぱり覚えてやがったな。信じるかよ。人を見くびるのもいい加減にしろって話だ。落とし前つけさせるぜ。ああ、覚悟しろ。てめえなんざ、10ミニッツで沈めてやるよ。鮮血の海にな。まあ、二人で何のお話？楽しそう。私もお仲間に入れてよ。おめえには関係ねえ。男同士のことだ。うん、もしかして喧嘩してた？ち、吉野くん、それ本当？女には関係ねえ。あんた古いこと言うね。そんなの流行らないよ、今時。ざけんな。被害者はこっちなんだよ。だって、小太郎くん。すっぽかしていい約束じゃなかった。どんな約束だったんさ。言うな、殴るぞ。仲良く喧嘩してるように見える。仲良しきよし。冗談じゃねえ。誰がこんな野郎と。最近はそういうのもありだと思うよ。くっついちゃい、ひっついちゃい、ついちゃい、ついちゃい。ふざけろ、しっかりことをつけるのは決着の方だ。天王寺テイクです。教育制度に助けられたな、天王寺。引き上げ、引き上げ。お弁当持ってきた？いってら。
痛い、あっちこっち痛いです。
私、こう見えて転校生なんです。それがこの学校の位置が分からなくて、ようやく見つけてここまで歩いてきたんですが、疲れて荷物をガードレールに置いて休んでいたところ、バランス崩して物の見事に落ちました。振る舞おうとしてるのは分かりますけど、顔真っ赤で血管浮いてます。血管は浮かないと思います。重いんですか？で、プルプルしてますけど、私持ちますよ。力強いですし。いや、体操盛り上がってますけど、あまり落とされても困りますし。すでに任せるのが大心配です。いいから、持ちますから。
おい、てめえ何してんだ。ああ、何にだ。バカか、てめえ。ふざけんな。てめえ一人でザレてろ。くだらねえ。てめえ、俺があんなガキくせえことやるとでも思ってんのか。してるように見えんのか、てめえ。だとこら、この俺を捕まえて言ってくれるじゃねえか。見くびるな。俺のアウトローっぷりを見せつけてやるぜ。やってみろ。お姉様方の失笑を買ってるだけだろうが。今気づいた。あんなもんはアウトローじゃねえ。ただの頭の悪い小学生だろうが。そうなんだよ。明日をも知れぬ暴走か。デンジャーだぜ。アウトローじゃねえか。スピードキングは俺のものだ。オラオラ、どけどけ。邪魔だ邪魔だ。パラリラパラリラ。お姉様方に全く同じ感想を抱かれてるじゃねえか。そもそも台車で爆走してる絵が微笑ましさを引き出してるんだよ。バカにしか見えねえことを俺にさせんじゃねえよ。てめえ、人に赤っ端書かせといて楽しかったかだと。この落とし前どうつけてくれんだ。てめえの巧みな話術に乗せられてたんだよ。ゴングか。毎度毎度運のいいやつが。
いろいろありすぎて、どこから説明していいものか。それはどうも。ユニコと書いて何ですか。それはあなたと出会ってから災難続きです。三度も落ちるわ、坂は転がるわ、救急車に連れてかれるわ。事情を話しても聞いてくれなかったので、無理やり脱出してきました。それもこれも全部あなたの、あなたと出会ったせいです。ありがとうございます。けれどそれとは無関係に、私はあなたが嫌いです。お疲れ。うん。マジヤバいかもだよ。それは平気だと思う。
してもらえる？知ってる。あだ名が博士とか。私もある。くっ、いつか潰す。避けられてるね。動機が不純なのかも。ちょっかい出してばっかりだし。困ったもんだよ。何かご用事？バイトすんだ。どんなの？よしとく。しばらくぶりの学校だし、友達とお話でもしていくよ。その予定だよ。また。
ちょい待ち。あんたそれさ、パチモンだよ。外国製の品質の低いやつ、しかも違法コピー品。パッケの裏見てみ。見てくれだけは丁寧に作ってやんのな、これ。この辺りも怪しい連中が増えたもんだよな。おっ、いいんだよ。こんなの騙される方が悪いんだし。ただそいつ、俺の知り合いだから勘弁してやって。いいよいいよ。なんか無邪気に騙されかかってたんで見てられなかった。あ、適当。その制服は風子？ふん、天王寺くんね。いや、ここで何してたの？なんだ、一応カメラはマジで探してたのか。
しかして収穫祭のバイト？まあ、あの時期なら頑張りゃデジカメ分の元くらいは取れるか。そっか、天王寺君はそういう人か。あ、いやいや、いいんだけどさ。そっかそっか、まっとうな学生さんやってんだな。デジカメ探してるんなら最初のタトゥーしたやつの店がいいと思うよ。マジマジ、あいつは好きでやってるから品質は保証。ここフリマだから型落ちが多いけど、高級機の名機しか並べてないから。一応ね、客層がこんなだからスラムっぽいと思われてるみたいだけど、まあ最近は怪しいやつも多いから騙されないようにした方がいいと思うよ。じゃあ